はい、皆さんこんにちは、釣り実験ちゃんでございます。今日はですね、表題にありますように、渓流魚ですね、三種盛りなんて書いてありますけどね、ご存知の通り、ヤマメですね、イワナですね、アマゴですね、この三つ、まあね、これぐらい誰でも釣ってるわいっていうようなもんですけれども、まあ、以前お話ししました通りね、私にとってみましたらね、小学校からのこれ実は夢でしてね、渓流魚の釣り始めたのも40半ばですから、非常に遅咲きになっておりますのでね、まあまあ感動しましたね。で、全てね、師匠のおかげでございます。またお礼させてもらいます。ありがとうございましたね。とんで皆さん、師匠のね、ホームページなんかも、この下にね、こう、載せておりますんでね、まあ、インスタなどもね、ご覧になってください。すごいですよ。本当にね。それでですね、まずはこの三種につきまして、私のね、いい魚釣ったというか、私にとっていい魚なんですけどね、思い出の VTR をね、ちょっと見てみたいと思いますんでね。はい。ではね、VTR スタートでございます。はい、こちらですよね。これは福井県のね、源流部に行った時の写真ですよね。なかなか綺麗なところでね、私でもここでね、一回初めての滑落っていうほどでもないんですけど、3メートルぐらいね、下の崖から落ちてしまいましてね、ケツ打って、尾てい骨打って痛い思いしたところなんですよ。でもね、写真中央の岩のちょっとね、脇からこう流しますと、流心あたりでね、初の私のね、これヤマメくん、これね、まあまあまあの方でしてね、これ綺麗で、私ね、本当にね、見惚れてしまって、一眼レフでバシャバシャね、撮りまくったんですよね。綺麗ですよね。この尾びれの赤いところがこれたまりませんよね。でボディもね、こうピシャッとこうね、張りがあって、なかなか綺麗な魚でしたね。本当にこれ嬉しくってね、大げさですけど、ヤマメって魚本当にこれ渓流にいるんだなと思ったね、一匹でしたね。これもいろんな角度からこうやって撮ってね、本当に嬉しかったです。ここはね、渓流非常に山菜も豊富でね、やっぱりこういう綺麗な水と山がね、こういった魚をね、産むんだなってことはね、つくづくとね、思いましたね。あとはね、尺物を釣るだけですけどね、まあ、いつのことになるでやった感じですね。で、次にこれはですね、非常なやぶさでしてね、私ここ怖くて怖くてね、獣がこれね、絶対出るやろと、クマかなんか知らないけどね、たくさん出るんじゃないかと思って、これ恐ろしくて恐ろしくてね。で、案の定ね、ここのところでね、野生動物にちょっと脅かされるような場面もあって、また今度ね、その話はまとめてお話しますね。で、ここはね、岩の影をね、ちょっと覗きますとね、結構いい罠がいましてね。で、私これ、エルクヘアカディスで釣ったね、結構大きい罠でした。私としてはこれ最大でしたね。27、8センチ確かあったんじゃないかと思いますけれどね。まあまあ、このやっぱり尾びれの赤と、で、このお腹の黄色ですよね。これが非常に美しくてね、おそらくこれオスなんでしょうね。とんがったこの口ってんですか、このちょっといかついところがね、かっちょええなーと思ってね、これですよね。しばらくこの見惚れていたんですけど、私ね。これはね、細かい泡の立ったね、ちょっとしたね、こう落ち込みのところにプッと落としたらね、もうすぐに食ってきましたね。いわゆるなんて言うんですか、ヘッド&テールって言うんですか、うわーと思ってびっくりして合わせてね、結構小さい壺の中走り回られましてね、いつも近い岩屋しか釣れないもんですから、あー岩屋って結構引くんだなと思って感動しましたよね。そしてこの源流のね、天然の証って言うんですか、このオレンジというかイエローというか美しい色でね、いつも師匠がこれ私に見せびらかすもんですから、私も同じような写真の撮り方してね、非常に嬉しかったのを覚えてますね。本当にやぶが広いところでしたけど、いいところでしたね。で、最後にこれアマゴを釣ったとこですね。もう皆さんならすぐポイント分かりますよね。もう流心のちょっと際ね、流しましたらね、これもバシャッとね、
いい具合に食ってくれましたね。印象深かったですね。それほど標高の高い系ではないんですけど、春先行きましてね、いい食い方してくれて、まさにね、アマゴやヤマメのつくポイントでしてね、入れ方をしてくれたんで、非常に私の頭の中にも残っております。でこれが魚なんですけれどもね、まあおそらくね、この川放流魚の末裔だとは思うんですけれどもね、まあまあそんなにも大きくないんですけど、まずまずの私としては肩かなという感じでね、満足できた出方と、満足できた私にとっては肩でしたね。こんな感じでね、綺麗な水の中でひらひらと泳がしましたら、やっぱり美しいですね。これも釣った時の感動、未だにね、忘れませんね。やっぱり非常にいいと思います。はい、標高の低い渓流っていうのは楽でいいんですけど、やっぱり初期だけですね、釣れるのはね。本当にいい思い出になりました。はい、はい、いかがでございましたか。ね、やっぱりいいですね。渓流魚ってなんでこう美しいんでしょうね。これ皆さんが決まっていることですけれども、やっぱり美しい水とね、美しい山ね、これらのものが生み出した結晶じゃないかとね、私思いますね。本当に釣った時はね、感動しました。本当にこんな魚がやっぱりみんな釣ってるように渓流にいるんだなってことが分かっただけでもね、すごく私としてはね、気になってた、まあ、魚と釣りですから、よかったなと思います。最近ね、やっぱり都市ですから、このね、足腰弱っちゃってね、なかなか思い切っていけなくはなりました。もちろんね、仕事もね、しんどいわけですけれども、皆さんもそういう思いしてるんで、もう一頑張りね、私も頑張って、釣りに行ってみようかと思います。それではね、今日は短いですけど、またお会いしましょう。ね、よろしくお願いします。さよなら。